ースは13球を投げて3連続四死球。敗戦投手になったレッツ96ドジャース。日時間25日シンシナティドジャースは24日。日時間25日の敵地、レッツ戦に6-9で敗れ、今季2度目、最長タイの3連敗を喫した。誤算だったのが5回途中に登板したヨハン・ラミレス投手。今月20日、同21日にメッツから金銭トレードで加入した右腕は打者3人に対して1四球、2四球の大乱調で敗戦投手になった。ラミレスは1点リードの5回2死1塁で登板。スティーブンソンに四球、エスピナルに四球を与えて満塁のピンチを招くと、続くマティーニに同点の押し出し四球を与えて降板した。そして変わったアレックス・ベシア投手がインディアに満塁弾を浴びて万事休した。ドミニカ共和国出身の29歳右腕は2020年にマリナーズでメジャーデビュー。昨季はパイレーツ、ホワイトソックスでプレーし、計31登板で1勝0敗、防御率 4.23 だった。今季はオリオールズ、メッツに続いて3球団目。ドジャースでは2登板で3失点、トータルでは12登板で防御率 7.71 となっている。この日は13球を投げてストライクはたった1球だけの3乗。SNS には、ヨハン・ラミレスは、自分が見た中で一番ひどい投手かもしれない、なんてこった、ラミレスは、イップスか?と厳しいコメントが並んだ。今後登板機会を得ることはあるだろうか。フルカウント編集部。